なみさん、事件ですね。荷物が届いちゃいましたね <laughs>。で、本当の事件は、まあ、これからだと思います。事件は、会議室じゃない、現場で起きてるんだっていう風な感じですけども、日々、暮らしという現場、その戦いの中で、幸せというね、えー、ゴールを勝ち取る。そんな人生が待っている。そんなドラマが待っている。私たちのね、ライフスタイルも、なかなかユニークですよね。こうやって YouTube を通じてやり取りして、で、こうやってね、お下がりまで。 もうう受けけ取っていいいただけるというね非常に感謝感謝激でございますえ私もねナミさん最新をエコーの写真を送っていただきましたけども思い出しますね最初こんなちっちゃいところからだんだんこう顔の形が見えてきてみたいなね不思議な感覚でしたえ私の場合はあのいつもね産婦人科の方に一緒に行っててあのワクワクしながら行ってドキドキしながら帰ってきてみたいなねで健康状態保てるように 体を冷やさないようにすごくねケアをしたりとかね、まあ、その日々が愛情をものすごく深くしてるんだろうなとも思うしうんやっぱね最近ねそのことにおいて結構ね親子関係で冷たい事件とかがあってなんでこんなことになってしまうのかなと、うん、それだったらうちに生まれてくればいいのになとかね思う日々なんですよねはい、えー、それでね今回その、まあ、お下がりの ショッキングピンクですけども、いや、なんか、あれっすよね、シンクロしますよね。たまたま送ったもので、いや、たまたまじゃないんだと。偶然は必然なのかなと思っているばかりでございますけども、えー、あの、プレゼント風に袋、なってますけども、<laughs> あの、お持ちいただければちょうどいいかなというところもあります。ちょっと頭のところ、ぐるぐる巻きにしちゃったんで大変かもしれませんけどもね、えー、ぜひ、えー、開封式やってみてください。で、まあ、多分ね、 お子さん生まれるのがまだ先だと思いますし、生まれてからしばらくは、なんかね、70センチ前後の、そういったお召し物だと思うんですよ。まあですんで、お送りしたものを着れるのは、まあ1年くらい先なのかなという気もしますけども、まあ、それまでね、あのー、忘れないようにどっかに取っといていただければ幸いでございます。もちろん、着れないものもあるかもしれませんけども、それからほとんど着てないものとかもね、やっぱり思い出してみたら結構あるんですよね。うん まあでも本当今回受け取っていただいて私もねもう大和くんつながりで <laughs> 大和大和でいいんじゃないかなと思いますし、えー、非常に嬉しく思っております、えー、まあなんかね照れくさくって嬉しいやらなんやらで、まあ、言葉があまり出ないんですけども今回の事件は本当にねあの嬉しい事件になりましたいつもナミさんありがとうございますうんまあそれだけなんですけどね、えー、なんかこうあれですね よかったですね。なんか知んないけど。いや、ほんとよかったですよ。うん。なんかわかんないけど、万歳。<laughs> ということでございます。グッドラック。それでは、寿司娘さん、そして、山トさんによろしくお伝えください。グッドラック。